すんごいいい香りしてますね。そうか。これちなみにこれ一番茶の坊ちゃんなの。はい。一番茶の美味しい新茶の季節になりました。石川県でお茶といえば加賀坊茶を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。今や全国区となった坊茶ですが、その坊茶人気に追いつけと生産されているお茶があります。今回は県内最大のお茶の産地加賀市内越町を訪ねました。吉田和夫さん、内越製茶農業協同組合の組合長です。この季節、吉田さんは組合のメンバーと茶摘みの作業に追われています。今ちょうどその、一番茶の季節と、いうことなんですね。そうですね、はい、刈り取りの時ですね、はい。このいわゆる新芽を、はい、要するに刈り取った、これが一番茶になるということなんですね。そうですね、はい。でもこのね、確かに打ち越してね、お茶で有名ですけれども、はい、そんなになんか茶畑が一面に広がってるっていう感じじゃないですよね。そうですね、昔はこれ全面的にこうあったんですけど、でもその昔は、要するにもっと茶畑あったんですよ。 ありましたほとんどついでにちょっと変わったんですね。あ、それがあ、ね、こっちも田んぼですけど、はいはい、要するにここも昔は茶畑だったの。はい、そうです、国の法人でお米の増産ということで、やったんですけど。ちなみに二番茶っていうのはいつ頃なんですか。二番茶は7月の20日頃から7月の終わり頃までの二番茶ですね。はい、まあ、2番3番はなるべくあの紅茶の方にシフトしてるんです。ほう、はい、紅茶、はい、日本茶じゃなくて、はい、緑茶じゃなくて、紅茶に加工してるんです、はい。そうなんですか、はい、2番3番は、全て紅茶にしてるんですけど、1番茶は一部紅茶にしてる。なるほど、はい、なるほど、はい。製茶場で加賀の紅茶作りの作業を見せていただくことに。こちらがあの製茶場になるんですね。はい、そうです、はい、そうです、はい。で今ここにね、茶葉ありますけども、はい、これは今ここ何をしてるんですか。これはね、一応入れて昨日の夕方買ったのをここにあの茶葉を乗せて乾燥させるんです、はい、はい。ここでまず刈り取った茶葉を乾燥させる、はい、要するに水分飛ばしてるってことですか。水分飛ばす、30% ほど飛ばすって。あ、30% だけ飛ばすんですか、はい、ここで、はいはい、ここ。続いて茶葉の酸化発酵を促すため揉みつぶします。色変わったでしょ。ねえ、なんか随分ちょっとお茶っぱらしくなってきたというかね。紅茶の色、味、香りがここで決まります。この後発酵を進めて紅茶が完成します。お湯は95度、沸騰ちょっと手前の沸騰直前ね。そうそうそう、ちょっと前がいいよと。いいです。あ、はい、いろいろあるわけですね、うん、美味しく飲むためには。あ、上からこう、うん、おなるほど、いろいろ決まり事ではないけど、美味しい飲み方があるということなんですね。はい、へー、お、香りはもうあれですね、完全に紅茶ですね。あ、そうですか。ねえ、お、あっさりしてるっていうか、なんか爽やかな感じの飲み応えというかね。今年初めてのファーストフラッシュということで。ファーストフラッシュだ、はいはい、甘みがね、一番茶はやっぱり甘い。あ、甘みやっぱ強いんですか。ちょっとそうです、2番3番に比べて、はいはい、いわゆるお茶作って生産して加工して、はい、でここまさに販売、ここで販売されてるんでしょ、はいはいはい、販売まで、はい、全部要するにやってらっしゃるってことですね。そうですね、今まではそうやったよね、うん、それを
商品化して小売りまでするっていうのが、うん、まあ農業における六次化って言ってね、六次化事業って言うんです。これについて、まあ、うちが取り組んだっていうことで北陸農政局の方から表彰状をいただいたんですけど、うん、それでこう生まれてきたのがこの、はい、まさに香川の紅茶、はい、輝きってわけですか。そうです。ただ本当にね、石川県っていうとこうお茶の文化のね、はい、まあ、盛んなところで、まだまだこの大地には植える場所がありますので、また他の若い人もなんかしたいなっていう人もおいでるんで、うん、はい、ますますそうこれを守っていかないかなと思ってるんです、うんうん、はい。